一応電球が入るようにはなってる。へえ、これ見てくださいよ、これ。楽しいです。今ですね、こちら あのホテルの方、コルチナスキー場になってますね。ここを後にしてまた次の目的地に行こうと思ってます。ここに行くんだ。おたり。あっつー。これはもう開けるのが限界だな。開けてるのが。風がないともう暑いですね。もうが心地いいな。皆さんにあの風切り音があの聞こえてるかもしれないんですけど、いや本当に風が心地いいですね。あ、結構風強いな。おー、わ、これ日本海ですね、これね。おー、なるほど。さて、ここからナレーションで少し補足します。現在目の前に見えているのが日本海なのですが、海壁があるため綺麗には見えないと思います。これから8号線を右に曲がり、上越長岡方面へと向かい、向かうは海鮮丼のお店となります。しばらくこの8号線の海沿いを無言で走っていました。海自体の色が茶色いのは残念でしたが、これは多分プランクトンの影響だと思います。
海というと自分は江ノ島の海を思い出してしまいますが、日本海と太平洋側の海を比べたりしながらこの心地いい時間を満喫していた感じです。自分の記憶ではロードスターで日本海側に来たのは初めてと思いましたが、考えてみると山口県の角島へ行ったことがあるので、これで2度目になる感じですかね。自分も記憶が曖昧なところがあり、間違ったことを言ってる時もあると思いますので、その時はツッコミを入れていただけるとありがたいです。ちなみに角島へ行った時の映像は動画にはしていませんでした。ただエメラルドグリーンの南国のような素晴らしい海の記憶が残っています。ここからエーデンさんのおすすめの海鮮丼のお店まで結構な距離を走りましたが、お店にたどり着くことができました。行くぞ。そしてこちらがエーデンさんのおすすめのお店、食事処磯貝となります。これから3人で食事をしたいと思います。食レポお願いします。海行ってみようかな。先にいただきますよ。どうぞどうぞ。めちゃくちゃうまいわ。めちゃくちゃうまいわ。めちゃくちゃうまいとしか言いようがない。そういう食レポですか。そういう食レポです。何も言うことないです。何も言うことない。言葉はいらないです。やべえな、外気が出てくるな。海鮮丼たくあんあら汁わさびじゃん。とりあえずこれからいっか。どうしようかな。わーで、今ホタテかなこれ。はい。おいしいですか。久しぶりますぎちゃん。やべえ、何も取ってなかった。結構話した。わさびがすごい。これ生わさびだこれ。シーサイド磯貝。海を前になんか名言を一言お願いします。海は広いな。やった。池様は一言。青いな。くらえ。今海鮮丼の方を食べてですね、これから道の駅の方に行こうと思います。すごい活気がある。こんななんだ。カキだ。生カキ。エンデさん、今日夜ご飯あれですね。じゃあ海鮮ものですね、夜ご飯。いや、昼飯海鮮丼食いましたからね。そっか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 。夜はハンバーグ。カニは。カニは後で買います。後で。私これこういうの買わないと、こう持てなくなっちゃう。あ、なるほどね。はい、じゃあこれレジで。おお。はい、ありがとうございます。では、終礼を行います。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。連絡がある方お願いします。それでは気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。こちらこそ、そちらこそ、どちらこそ。なんか美味しいと聞いたことある。あ、リンゴ。シナノスイ。美味しそうですね。ミックス。信州リンゴ有名ですか。シナノスイートミックス。お待たせしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
あ、おいしい。マジっすか。おいしい。このしつこくないリンゴの甘さがいいですね、これ。座っていいかな。ちょっと座っちゃおう。あ、おいしい。あ、ここに書いてある。あ、本当だ。善光寺平。うーん、千曲川。善光寺もあそこに見えるんだ。ちょっと我々の視力では見えないかもしれないな。編集とかしてると本当はやっぱ目悪くなっちゃうから、でっかく見たいのに近づけるとピントが合わない。さて、今回のゴールデンウィークの旅行映像はこれで終了になります。本当は宿泊先も紹介しようと思ったのですが、話が長くなったのでこのおまけシーンの中にこっそり入れておきます。宿泊したのは小淵沢ロッジキースプリング。ここは貸し切り風呂があり、誰の目も気にせず源泉かけ流しの温泉が入れ、食事は横に併設されているカントリーレストランキースプリングで食べます。食事の種類は3種類から選べて、日替わり魚料理、甲州ワインビーフステーキ、または甲州ワインビーフシチューと選べ、お店の人にお任せしますと連絡したら、それならビーフステーキがおすすめですと言われたので、そちらの方を食べました。深みのある味わいでとても美味しかったです。実はこのカントリーレストラン、前に中村キースヘリング美術館に行った際にこちらに入ったことがあります。食事も温泉も、そして部屋やラウンジもとても満足した最後になりました。さて、本当に長くなりましたが、また素晴らしい場所へドライブしたいと思いますので、また次回の動画を楽しみにしていただけたらと思います。それでは長くなりましたが、また次回の動画でお会いしましょう。エンドポイントのショケケでした。